しゅうほちゃんの3分でわかる収入保険の魅力。みなさんこんにちは。収入保険を PR しているしゅうほです。これから収入保険の魅力を3分でお伝えしたいと思います。それでは早速、魅力その1、収入保険は様々なリスクを保障します。農業は自然災害による減収、市場価格の低下、病気で収穫ができなくなるなど、皆さんの経営努力では避けられない様々なリスクがありますよね。収入保険はこれらのリスクによる収入減少をまとめて保証するので、とっても安心です。魅力その2、収入保険は原則すべての農産物が対象です。すべての農産物が対象なので、何を作っているかを気にすることなく加入していただけます。魅力その3、あなたの営農に合った保証を提供します。農家さんの収入を保証するため、青色申告の実績を基本として、農家さんそれぞれで保証のための基準となる収入を設定します。だからあなたに合った保証が受けられるようになっています。そして農産物の販売収入が基準となる収入の9割を下回った時に保証が受けられるんです。例えば基準となる収入1000万円の方が収入0になったとしても、最高で810万円を保険金として受け取ることが可能です。魅力その4、つなぎ融資がある。自然災害などにより今後の資金繰りが不安、保険金の支払いまで待てないという方に、無利子で資金をお貸しするのがつなぎ融資。この融資額は保険金から差し引かれるので、実質的な保険金の前払いとなっています。また申請からおおむね1ヶ月で受け取ることができます。収入保険にはまだまだ魅力があります。保険料の安いタイプの加入や分割払いも可能で、皆さんのご負担に合ったお申し込みが可能です。さらにインターネットで申請を行うことなどで事務費の割引もあります。さあ早速、あなたの保険料や受け取れる保険金をシミュレーションしてみましょう。農災全国連のホームページで簡単にシミュレーションができます。農災全国連で検索し、自分の収入を入れて試算してみてください。もっと詳しく知りたい方は、農林水産省ホームページや農災全国連のホームページにいろんな情報を載せていますので、ぜひご覧ください。また直接話を聞きたい場合には、お近くの農業共済組合までご連絡ください。以上、しゅうほでした。